茨城県道270号、藤城停車場線取手市群和田正面を奥は JR 藤城駅北口。茨城県道270号、藤城停車場線は茨城県取手市内を通る県道で東日本旅客鉄道上番線藤城駅と接続するための道路である。1959年10月14日、新たな県道として、 北相馬郡藤城町大和藤城の藤城停車場を起点とし、一級国道6号線交点を終点とする区間を本路線とする県道藤城停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号270となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの 普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域決定茨城県法、公外10月14日よりハット ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法、第1 0十七8 7号対象12年4月16日、茨城県国時第194号より、県道路線認定茨城県法、 号外10月14日より県道の路線名及び整理番号の変更を茨城県法第637号3月30日よりありがとうございます。